るよ、かなで。二人とも作業時間の前なのに来てくれてありがとう。ううん、ちょうど先に始めよっかなって思ってたところだったから全然平気だよ。私もそんな感じ。真冬はもうちょっと遅れるんだっけ？うん、予備校の準備があるらしいから。それで今日も曲聴くの？うん、凛にも聞いてほしい。いいかな？別にいいよ。いいのできた？うん、真冬に響くかどうかはまだわからないけど。お、真冬、新しいデモができたって本当？うん、デモっていうかほとんど完成したものだけど、聞いてくれる？うん、そのために来たから。ちょっと、また偉そうにしないでよね。曲作ってもらってるんだから。偉そうにしたつもりはないけど。あんたの言い方がそう聞こえるの。そうなんだ。だから。まあまあ、ほら、みんなで聞こうよ。それじゃあ、再生するよ。冬の反応は、あ、今回もダメだった。聞いたよ。聞いたよじゃなくって、なんか他に言うことないわけ？他に、うまく言えないけど、よかったと思う。え、真冬、笑って。みんな何をそんなに驚いてるの？え、あんた気づいてないわけ？真冬、笑ってたんだよ、奏の曲聞いて。私が？なんで笑ったの？サビが良かったとか？わからない、わからないけど、少し暖かかった。真冬、そういうことなのね。え、そこがあなたたちのたどり着きたい場所なのね。こういうことなんだね、お父さん。それじゃ、落ちるね。じゃあ私も。おやすみ、二人とも。はーい、エナナもユキもおやすみ。でもうこんな時間か。僕ももう少ししたら落ちようかな。わかった、アミア。改めて本当にありがとう。アミアが私の世界を広げてくれたから、私はあの曲を作れたんだと思う。世界を広げたってK は大げさだな。だけど、そっか、ちょっとでも役に立てたならよかったよ。世界を広げてくれた、か。昔から、何でも遠い世界の出来事みたいに、冷めた目で見ちゃうことばっかりだったけど、奏の役に立ったなら、こんな僕のこれまでも、そんなに無駄じゃなかったのかもね。それにしても、奏はすごいな。
お父さんのこともあるのに、いろんなものを背負って曲を作り続けてる。自分と誰かを救うために必死で生きてる。諦めるなんて考えないんだろうな。僕も諦めなかったら変われるのかな。ああ、やっぱすごいな、奏は。昔も今も、もうちょっと頑張ってみようって思えてるのは、奏のおかげだな。よーし、それじゃ僕も少しは頑張ろっと。まだ何ができるってわけじゃないけど。まずは、この曲にぴったりな最高の MV を作らなくちゃね。